2009年12月31日のブルームーン時に起こった部分月食。なお、同時に月食が起こったのは偶然である。ブルームーンはいくつかの定義があるが、月のある種の様相のことである。ブルームーンという言葉の由来は、はっきりしないが、いくつかの説がある。大気中のゴミの影響により月が青く見える現象を、ブルームーンと呼ぶ。 大気中のゴミの影響で月が本当に青く見えるブルームーンの例として1883年のインドネシアのクラカタウ火山の噴火後約2年間は日没を緑に月を青に変えたと言われるこのように多くは火山の噴火もしくは隕石の落下時に発生するガスやゴミなどの影響によってかなり稀でいつ起こるか予測できないものの月が青く見えることがあるとされている 天文学や気象学にはブルームーンという用語はなく定義もはっきりされていない。メイン州の能力ではブルームーンは2分に至りで区切られた季節の中に4回満月がある時にその3つ目をブルームーンと呼んだ。ただし彼らは厳密には天文学的な2分に至りを使わずキリスト教の伝統にのっとり春分を3月21日に固定し、 その日を規定に1年間を4等分して、残りの2分に至りを決めていた。この考え方は、東アジアでの平均に似る。これに対し、天文学的な2分に至りは、太陽光景を0度、90度、180度、270度で4等分するが、地球の高天角速度が一定でないため、1年間を4等分はせずわずかに差がある。季節の長さは3ヶ月なので、 通常は3回満月になる。しかし、満月の間隔は平均すると平均昨防月の29.530585日なのに、対し、1ヶ月は平均30.436875日でわずかに長いので、季節の最初の数日以内に満月だった場合、季節の終わりまでに4回満月となる。各季節の中の最初、2番目、最後の、 計12回の満月にはそれぞれ固有の名があるが、4回の満月がある場合、3回目だが最後ではない満月が、ブルームーンと呼ばれる。1年に13回の満月があるとその一つが、ブルームーンになるため、ブルームーンは、純月と同様に、2から3年間隔で、19年に7回起こる。ブルームーンとなるのは、2分に至りの約2ヶ月後で次の2分に至りの約1ヶ月前。 すなわち、2月5月8月11月のいずれかの21日頃、言い換えると、雨水、小満、諸々、小雪頃のいずれかとなる。1999年から2020年のブルームーンは以下の通り。ただしこれは天文学上の2分に至りに基づく。ところが、1946年に天文雑誌、スカイテレスコープが前説で述べた。 二分に至りで区切られた季節内で4回あるうちの第3の満月を誤解し、一月のうちに満月が2回ある場合に、その二つ目がブルームーンであると掲載した。このことは誤りであったことが確認されているが、現在においてもこの記事の内容をそのまま引用している例が多く見られる。月の満ち欠けは平均九点五三0五八五日を周期として繰り返され、 フレゴリオ歴の一歴月の長さは平均30.436875日最大31日なので月の初めに満月になるとその月の終わりに再び満月が巡ってくる場合があるこの現象も2から3年間隔で起こるただし稀に同じ年の1月と3月に起こり代わりに2月に満月が一度もないことがある年から年の ブルームーンは以下の通り、1回目の満月の日付も記す。ブルームーンが起こる月はタイムゾーンによって異なる。例えば2009年12月31日の満月は、日本などのアトックプラス級では2010年1月1日に起こり、ブルームーンではなくなり、代わりに2010年1月30日の満月が、ブルームーンとなった。2月28日の満月も同様にずれ、 結局、2010年1月1日30日と3月1日30日が満月となり、2回のブルームーンが出現した。また、東海岸以外の北米では、2001年11月1日の満月が10月30日に起こり、ブルームーンとなった。青い月を見ることは大変難しいため、19世紀半ばには、ワンスインブルームーンは、 極めて稀なこと、決してあり得ないことといった意味で使われる、慣用句となった。また、同時に、奇跡という意味合いを持つ。そういった意味を含めて、ブルームーンという言葉で特別なことを指す場合もある。従来、海外では、不吉なことへの前兆と言われてきたが、近年では、ブルームーンを見ると幸せになれるという言い伝えが、言われるようになっている。ブルームーンというバラがある。 また、磯松家の反体感性化木、ドリ祭りも青い花色から別名、ブルームーンと呼ばれる。アビエーションのバリエーションにマラスキーノを使用しない、ブルームーンと呼ばれるカクテルがある。ありがとうございます。